こんにちは。こんにちは。マイモン TV のプロデューサーです。オープンです。抹茶です。前回の動画に引き続き、はい、忍者革命軍の2人といるんですけど、はい、はい、無職の忍者革命軍です。忍者革命軍だに。でここはあの愛知県は東海市、東海市ですね。せっかくだからあの、はい、うまいところを2人に案内してもらおうかなと思って。そうですね、行ってますんで、お二人よろしくお願いします。よろしくに。よろしくに。うまいもん TV ということで、忍者革命軍の2人から紹介いただいて、名古屋の味どころ庄屋って書いてる。なんか僕はない。あ、誰。え、俺は忍者革命軍闇より舞い降りた変態で伊藤パイジをやってるパイジだ。パイジ。パイジとサジ君、引き続きサジ君の2人の紹介でちょっと庄屋さん来たんで、ここひつまぶしとかうなぎあるんですか？ひつまぶし食べたいよね、抹茶君。食べたいです、めっちゃ食べたいです、お腹空いたんで。パイジは何食べたい今日は？ひつまぶし。あ、パイジもバイプッシュだ。あ、いいね。行くしかないですね。行くしかないですね。じゃあバイプッシュ一緒に行くでござる。じゃあ行きましょう、庄屋さんに行きます。行ってきます。ここ全国チェーンのあの庄屋さんなんですけど、名古屋だけにある割烹庄屋って、その庄屋さんの前に割烹がついてるお店が名古屋だけにあって、そこの店舗らしいです。あの お値段を見ても結構いいくらいの値段で、うなぎとか1人前4000円とか。楽しみですね、お二人。え、やべえ、一番高いやつ。一番高いのバイプッシュだ。俺は4300円、ジャンボエビぐらい。それ行くの？一番高いやつ、やばい時ほど堂々と。パイジ、他人の金で一番高いものを選択。じゃあ私はもう、すごい、4300円のエビフライと4100円のうなぎ丼。限界まで勝負だ。絞り取れ。いや絞り取れないし、勝負できんやろ。僕払わなかやろこれ。はい、使うのは他人の金、お構いなし。じゃあ僕名古屋のひつまぶしです。ひつまぶしで、はい、分かりました。めっちゃ美味しそうやん。大事。で、パイジー、その美味しそうな、なんすかパイジー。パイナップルジュース。キンキンには冷えてないだろうね、これは。これは冷えてないわ。ぬるいよ。今は冷えてますよ。キンキンに冷えてやがる。ありがてぇ。その前ですよ、言っちゃった。ちょうど言ってた、店員さん言ってくれた。あ、こっちのパイナップルもキンキン。すげえ。合わない。希望の船、エスポワール。俺の顔より投げ。おお、本当に。このデカさ、エスポワールみてえだ。そう、希望の船、エスポワール。貸してもらうぜ、こういうするしかねえだろ。貸してもらうぜ。うん。行ったって行ったって。抹茶、そうまん。はい。お前らが泣く番だ。これは泣くかもしれない。これ泣くかもしれない。どうですか、味は。ご飯をかき込め。赤い字っぽい。うまそうに食うな。うな重でございます。はい、お待たせ。あ、これサチ君の。してこれちなみに何エビなんですか？こちら天然のシータイガーです。こんな大きいエビなんですか？はい。ほータイガーすっごっ。めっちゃ頭も入れてめっちゃでかいんじゃんこれ。あ、ちょっとサジ君の。サジ君何頼んだ？うな重でござる。やばいでござる。うなぎひつまぶし麺でございます。ちょっとひつまぶし僕初なんで、いやマジで初なんです。はい、ちょっと食べ方教えてもらってもいいですか？はい、ご飯はこちらです。4等分にしていただいて、はい、1杯目は普通のうな丼として、2杯目にこちらの薬味のみや、はい、あと白
をかけて山椒をかけても美味しく召し上がれます。で最後にこちらお茶漬けとしてもお召し上がりいただけます、はい、で4杯目がまたその好きなお好みで、なるほどなるほど、はい、召し上がってください。ありがとうございます、はい、これ結構お腹いっぱいになるよねこれ、はい、多分エビフライが一番お腹いっぱいになるんじゃない。なるよね、でかいでしょ、でかいもんねこれ野菜ハイジがもう食欲止まってない、すごい、いきますね。はい、話を聞かずにこういう豪食してる。何年も食ったことね、涙が出る。あ、幸せ。まず、はい、どんな感じなの。うなぎだけど細切りみたいになってるよね。そうですね。ちょっと食べてみます、うん、いただきます、はい、ちょっとさっきの、サジさんのうなぎより多分固めにパリッパリッとパリッとしてるのね。そう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 、よくやる。わ、美味しい、うん、うまい、幸せ。あ、いいね、いい顔してるわ。めちゃくちゃ美味しい。そういうサジのうなぎは美味しいでござる。こいつがもう2匹食っちゃったんでござるけど、一も大きいよね。こいつがなんと3匹もいたでござる。2匹食ったでござる。さすが4000円のクオリティ。4000円でござる。引くでござる。おいしい。こんなサジ君見たことない。ハイジは。ハイジ1匹目のエビを増殖完食。これ1匹目でだいぶお腹いっぱいになったんだ。これぐらいは当然、当然これやもんね。人気目逆だ。やばい時ほど大きく大きくいくんだ。バイプッシュ、プッシュだ。なるほど。お前しまった、タルタルソースかけ忘れ。ボケツ、ダブルでボケツ。味がなかった。なんで俺ばっかりこんな目に。俺の一食は200円、それに比べたら20倍。怪獣芸人とかできそうですけどね、なんかモノマネとか。まあね、いるけどね。怪獣の伊藤、誰でしたっけ。俺はめでてえな、伊藤。どうぞどうぞどうぞ。見てる、羨ましい。持ってやがる才能、それには何にもね。なんで俺ばっかり。遠藤さん、ハイジ全部食べました。まだ気づいたら俺が最後、凍結。俺が奴らの狙い、恥ずかしめ、突き刺さる視線。俺だけ、なんでいつも俺ばっかり。わざと俺に一番大きいの頼ませて。思い込みすぎです。くそ、測ったな、抹茶、そうなん。もう、置いて帰った方がいいんじゃない。ごちそうさまだけして。悔しい。悔しい。だが、これでいい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ジャムシ残ってる。帰りましょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでござる。いや、忍者革命軍めちゃめちゃ美味しいところ紹介いただいて。美味しいでござるよ、ここは。美味しかった。初めて。涙が出る。あ、噂で聞いてたよね、うまいって。だが、高くて高いね。高いね。あ、高かったっすね。1品ずつ頼んで1万5000円ぐらいだった、お会計。ごい、あー、よかった。また行きましょうね。はい、パイチ、どうでした。嬉しい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 。だが、これでいい。でも、これでいいよね。これでいいですね。これでいいよね。嬉しいから。じゃあ、ぜひ名古屋東海市に来た際は、はい、ここの割烹庄屋さん、割烹庄屋さん、そう、全国にある庄屋さんの中でもちょっとクオリティの高い、ぜひ来てみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。